バウト・カンディド・デ・オリベイラ・フィリは、ブラジル・サンパウロ州、シデロポリス出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはミッドフィールダー。所属した、どのチームにおいても信頼され頼りにされた、ゲームメーカーであった。ブラジル代表として1986、1990と2度のワールドカップに、中心選手として出場。 しかし1990年大会の決勝トーナメント1回戦でアルゼンチンに0の1と敗れ先般扱いを受けた一人となった。1989年のコバアメリカでは優勝、ブラジル代表では通算45試合4ゴールの成績を残した。その他1988年にはソウルオリンピックにも出場、シルバーメダルを手にした。 1987から88シーズンから SL ベンフィカに移籍。ここでは2度のリーグ制覇を果たし、1989から90シーズンには UEFA チャンピオンズカップ決勝に進出したが AC ミランに0の1と敗れ、準優勝に終わった。1991から92シーズンからパリ・サンジェルマンに移籍し4シーズンプレー。 ここでは1993から94シーズン30試合に出場しリーグの優勝に貢献した。また二度のクープ・ドゥ・フランスなどのタイトルも獲得した。1997年のセカンドステージから名古屋グランパスでプレー、8月20日、横浜フリューゲルス戦で J リーグ初ゴール。1998年のファーストステージ最終節。 5月9日の横浜マリノス戦に出場してゴールを決めた試合が名古屋での最後の試合となった。J リーグでは通算26試合4ゴールの成績に終わった。1997年にはジョモカップに外国籍選手選抜の一員として先発出場した。名古屋対談後はブラジル国内のチームを渡り歩き39歳までプレー 2004年に現役を引退した。2018年、今後代表監督に就任した。ありがとうございます。